居場所を知ってるのか。何人かはな。ほとんど殺したらこの近くの刑務所に生き残りがいるはずだ。脱獄させるのか。俺たちは無所を出たばかりだぞ。もうやるしかないんだ。奴らは全員一箇所にいる。迷ってる暇はない。こいつはやべえ。もっと薬がいるぜ。もうすぐいらなくなるさ。後戻りできないぞ。さっさとやっちまうぜ。捕まえろ。銃を持ってるぞ。奴ら逃がすな。ドアを抜けて左だ。急げ。前からこれがやりたかったんだよ。気をつけろ。スナイパーが塔にいる。こっちだ。コントロールルームだ。捕まえろ。実家一、狙いを定めろ。弾切れだ。弾をくれ。弾切れか。わかった。奴らあそこだ。はいよ。コントロールルームへ行って扉を開けるんだ。行くぞ。やるぞ。黙って。あそこに向かって撃て。わかったよ。武器を捨てろ。両手を頭の後ろに置け。援護しろ。はいよ。ターパー、リフィック、シェリー、グリムリー、マドス、くそ、全員いるはずだ。どうしたんだ。リフィックがいるな。いいぞ。リフィック、出てこい。ここは一人だけか。他の奴らどこにいるんだよ。リフィックが知ってる。ならいいがな。行くぞ。弾をくれ。ほらよ、俺はまだある。実家一、目を定めろ。ケイン、お前の声だと思ったが、俺を殺しにでも来たのか。リフィック、うのぼれるなよ。ザ・セブンが俺を狙ってる。だが俺はやられる前に奴らをやる。俺を手伝え。ザ・セブンがお前を殺す。皮肉なこったな。ドジ踏み上がって。来るのか来ないのか。そうね。金なら払う。このしみったりが。ここから出て援護しろ。他の奴らは全員集めたい。グリムリーとマドスンは去年行っちまった。くそ。だがターパなら洗濯屋まがいる。シェリーは B ブロックにいるはずだ。こいつは予定外だ。黙ってろ。2だけ連れて行く。
幹部に処刑されちまってるとはな。3年前のリストだ。当たってくだけろってことだ。クソ、知らねえよ。両手を頭の後ろに回せ。壁に向かって立て。早くしろ。今じゃねえぞ。行けるぜ。落ち着け、リンチ。狙いを定めろ。やってねえよ。多分な。こっちをさっさと終わらせたら、分かるはず。来たぞ。だからってお前を殺せないと思うなよ。おい、ここから出してくれんのか。壁に向かって立て、ガキが。タッパー、いがみ合ってる時間はないんだ。お前が必要だ。俺を必要だと？お前らのせいで俺は。俺はもうザ・セブンのメンバーじゃない。ついてこい、これを。マジか。チェリーも連れ出す。マジか。警官負傷。ついてこい。欲しいならまだあるぞ。ほらよ。
こっちだ。分かった。クソ、奴ら火をつけやがった。シェリーを探すんだ。くれるのか。そんなことはどうでもいい。ここから出るぞ。出る？神のお導きか。神様の話は後回しだ。この牢はどうやって開けるんだ。コントロールルームで開けるしかない。分かった、後で戻ってくる。おい、武器を持とうってのか。神様がどうのこうのってのはどうしたの。死刑が決まったからだな。最低だぜ。そうか、とにかく行くぞ。ここから出ない。デフィック、ターパー、それとリンチって男だ。リンチだと？あのデトロイトから来たやつか。見覚えがあると思ったぜ、クセガラ。おい、夜だ、離れろ。続けリンチ、台を定めろ。よし、今の見たか。あそこだ。奴ら逃がすな。ついてこい。ああ、分かった。実家リンチ、狙いを定めろ。位置に使え。今行く。全員すぐここまで来い。ケイン、気になってしょうがねえ。何をやっちまったんだ。お前に恨みはないが、今度聞いたらぶちのめすからな。ぶち切れて仲間でも殺してしまったのか。エビック、おい、全員出すつもりか。あそこで皆殺しにされてるな。脱出できるか。ダメだ、外には出られないみたいだ。最後の門は塔から開けないと。どの塔だ。とにかく行け。行けば上がる。ケイン、俺はリンチとは組みたくないぜ。知ってるのか。ああ、噂でな。野郎、自分の女房を殺したのさ。ひどいやり方でな。え、女房を殺しただと。てめえのごたく聞いてる場合じゃねえんだよ。何も知らぬくせにグダグダ言うな。
ちだ。離れるな。やつはどうだ。殺したっていうな。なんだ。ここには連れてこなかった。俺は殺しちゃいねえと思うぜ。思うだと？お前何言ってるんだ。あの夜のことが思い出せねえんだよ。だが俺が殺すはずはねえ。お前の場合はどうなんだよ。畜生やられちまう。この話は終わり。そこカバーしろ。誰が相手でも俺が言う通り組め。やだね、やる価値ねえよ。うまくいけばかなりの金が入る。やる価値は十分ある。分かったよ。てめえはまともなのかよ。やめとけ。逃がすな。向かってる。やってるよ。戦車でもないと逃げられないぞ。護送車に乗れ。走行されている。